はい、みさこんにちは。今回はですね、こちら。なんだっけメモリアルバトルですね。メモリアルバトルに挑んでみようと思います。まあ、地上のバトルスペクタルは一旦置いておきます。勝てないんで置いておきますといった感じで、今回こちら。今回の初めて再録されたご飯未来。俺これマジで一回もね、使ってないし、演出すら一回も見てないんだよ。で、頑張って見ずにね、今日まで過ごしてきたんだよ。演出も、アクティブもね、マジで一個も見てないっす。ね、一個も見てない。そう、だから、クソ楽しみなんですけど、こちら今回ね、連れてって、まあ、ブロリーの方からね、順番に挑んでみようと思います。まあ、多分負けないと思うけどね、ご飯未来がとにかく強いんで、こいつがね。まあ、性能はちょっと長くて覚えられないけど、最近もうさ、長すぎてさ、遊戯王状態なんだよね。まあ、正直、演出楽しみにしてるわ。ブロリーの強さ、うんぬんよりね、ご飯未来の演出を楽しみにしている。さあ、行きましょう。あー飛ばしちゃった。そう、こいつ登場時演出だろもんね、確か。いや、でもご飯未来はね、クソ演出いいって聞くしね。もうオリジナル演出がね、もう盛りだくさんなんでね、もう楽しみだよ、マジで。さて、ちょっと初めて見ます、これ。あ、390万。まあ、最初仕上がってね。おー、いいね。いやー、かっこさっぽーん。あー、いいね。やっぱこの肩、魔漢光サッポを使うのがね、やっぱいいよね。で、おい、うわやばい、ご飯厄介オタクが出てる。今の良かったね、この腹にさ、気弾当ててウヤンってやるとこめっちゃ好きなんだけど。いやー、いいね、ご飯未来最高。このデッキ結構強いんじゃない？トランクスで変身できさえすれば結構強そうだし。あれ登場人数。あれ飛ばした？あれないんだっけ？あるよね。あ、あれか。あれ見れないんだっけ？なんか2周目だったらオフにしたら見れた気がするんだけどな。まあ、いっか。正直性能把握してないんだよね。なんだっけ？ 5 回攻撃するとフルパワーか。で、18以上で 20% 軽減。20以上でさらに必殺発動。あー、なるほどね。20以上か。結構最初は難しいね。まあでも強いね。まあ最初の火力はそんな出なかったけど。ね、なんかクソ1000万ぐらい出すイメージあったからさ。リアクション困ってる自分がいたけど多分。で、500万。いいよね。この魔漢光サッポー打つね。魔漢光サッポー打てるっていう設定いいよね。まあガチなのかわからんけどさ。確かなんだっけ、スパーキングメテオでもね、打てたんだよね、確か。そう、だからクソ強いね。好きだったんでね。しかも強かったしね、魔漢光サッポー、こいつの。スパーキングメテオの魔漢光サッポーで、溜めずに打てるかんだ、あれ。で、強すぎ。めちゃめちゃ攻撃してるんだけど。いいよね、ここめっちゃ好きだ、この、この後ろ姿マジでいい。いやー、もう、ご飯未来最高。で、これいくつくらんか。あー、やっぱカチカチだね。まあ、最近なんだっけ、ブロリーとね、フィールド効果被っちゃうからさ、ちょっとなんか、微妙になっちゃってるらしいけど、22倍。死にそうだった、危ねえ。まあ、フィールド効果ね、あれ塗り替えられないのクソなんだよな、マジで。塗り替えられるようにしてほしいんだけど、本当に。だからブラックも炎上してね、公式アカウント乗っ取られちゃったんだから。ね。で、OK、ナイス回避のナイス回避と。で、親蹴り仕上げてえな。いいね。やっぱこの未来編パーティー好きなんだよね。面白いよね。安定感も抜群だしね。まあ、最近はもう親蹴りもちょっときつくなっちゃって、来てるけど。まあ、ね、結構仕上がればね、いいんだけどね。最初がやっぱ辛いんだよね、普通に。で、おっと、スーパーサイジンか。まあ、正直ね、ここはもう負けるつもりないっす。最近もうね、負けすぎた。地上のバトルスペクタルで負けすぎて、心を病んでしまったんで、病んではないけど、病んではないけど、いや、ほんともうね、なんか勝てなすぎて、もうちょっとね、たまにはね、勝てるステージ行きたいなってことでこっちに逃げてきたけど。いや、マジでね、ビーストというね、戦犯のせいでね、ステージが一気に難しくなったし、あとなんだっけ、あとブロリーか。ブロリーも言うてね、あいつもやっぱ強いけど、その分ステージも強くなっちゃったからさ。いやー、ちょっと悲しいんだよね。
あ、1000万強っ。マジか。これ触れんのかな。で、これで何発撃つんだ。で、700万。これでもう2000万ぐらい出してるのか。いや、マジここ何度見てもかっこいいんだけど。でも一発で、これがあれかな、パッシブ分かな。で、次から潜在能力、わからん。わからん。わかんないよ。長いんだもん、テキストが。で、700万。こいつを極限してえかな、早く。こいつ極限したらさ、絶対クソ強いんだよね。ご飯見れ、クソ性感だな、これ。3ターンで復活できるしね。マイカチを倒す。OK、ここで、ベジットブルーも出てくると。いやー、ベジブルのなー、ベジブルのカウン、あーっと、ここでそっか、フィールド張るんか。そうか、勝手に張っちゃうんか、こいつ。で、あれか、アクティブもあんのか、どうしよう、いつ打つ、今打っちゃう、いや、早い、さすがにまだ、まだ待て、さすがに今じゃない。いや、アクティブもね、マジでクソ楽しみなんだよね、あの、悟空とピッコロ出てくるの。なんて言うんだろう、なんていうアクティブなんだろう、マジで。俺、それすら信頼感な。いや、楽しみすぎる、ほんとに。やっぱりね、こう、課金して出すのもいいんだけどね、こうやってなんか、コインで交換してね、もう1年、頑張って待ってね、1年演出見ずにね、我慢してからの使用もね、やっぱいいもんだよね。まあ最近はもう演出見ちゃうようにはしてるけどね、やっぱこう結構当たり外れがね、最近あるからさ、もう、なんなんだろうね、予算が足んないってことないと思うんだけどね。で、700万。まあ火力はそこそこかな。まあ、リンクがそんなってないと思うけど。で、500万。いいね。ここいいね。で、ここもいいしね。この牛の姿がマジでかっこいい。このハンっていうね。お父さんを真似て作ったみたいな、もう、クソエモい。クソエモシーン。まあ、ご飯。うわ、お前2発撃ってくんのかよ。まあ、ご飯未来は大丈夫でしょう。もう、カチカチよ。オッケー、ナイス、カチカチで、600万。まあ、こいつも強いね。うん。で、ナイス、会心で。さて、もう一ステージ多分あるよね。で、あー、これで終わりかな。いやー、いいね。スムーズ。スムーズに行く。今まで当たり前に一ステージ目で殺されてたからな。もうこの、待って、この並び、エモすぎる。やばい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 。すげえ、全部ご飯見れじゃん。じゃあ、ここでアナザーホープ打つか。で、リンクは一つ以外だね。いやー、ちょっと楽しみすぎる。ボイス上げよう。音量上げよう。おっ待ってー。いや、いいねー。やば、マジ、あ、待って、スマホ落ちた。わあ、エモい、エモすぎる。やばい、やばい、エモすぎてスマホ落とした。危ねえ、危ねえ、意識が飛ぶとこだった。やっぱ赤エモいんだけど。え、マジで。まあもういつ差し入してもいいわ、このゲーム。ご飯未来の演出見てたから、もういつ差し入してもいいです。いやー、クソいいね、ほんとエモいわ、最高。ええー、想像以上だった。いやー良すぎる。ピッコロさんも入ってんのいいよね。で、ここはもう 98% 軽減、カチカチよ。いや、マジでご飯未来がやっぱこのゲームというか、ドラゴンボールで一番好きということが再認識できたわ。いや、めちゃめちゃ早口になってるけど。めちゃめちゃ早口オタクみたくなってるけど。で、いいね。ここもかっこいいしね。もうこいつ、まあ、とりあえずご飯未来なんだっけ、あれだ。海外の先行のブラックの時に極限しなくて本当によかったわ、こいつが。いや、やっぱね、もうなんか周年とかでもう一回ね、極限してほしい。で、1300万。いいね。確定回信かな。で、おー、確定回信だね。
で、800万。いや、すげえ、本当にもう、ここいいね、ここ。この手、地面ついてね、チュンってやるとこめっちゃいいし、ここの後ろ姿でね、この片腕の袖がなびいてるのもいいし。いやー、1年待ったかい、1年待ってない。半年か。夏だから半年だね。半年待ったかいあったわ。律儀に半年待ったかいあったわ、本当に。で、1300万出したな。1000万出したな。強えな。で、ここでトランクスのアクティブも使えると。いや、いい感じで、アナザーホープで終わらせてえな。あ、飛ばすの忘れた。あ、いいね。いい感じで、ご飯未来で終わらせそうだな。じゃ、トランクスはスルーします。まあ、殺すねよ、間違っても。オッケーオッケー。よかった。殺したらお前、もう二度と使ってやんないところだったからな。で、ここ多分ね、KO 演出あると思うんだよね。もう一回見るわ。もう一回厄介オタクになるわ。いや、ここもいいしね、この、このボイスがめちゃめちゃいい。ここ、この暗転してからの、悟空とビッコロも入んのがいい。ここ、良すぎるよね。ここね、ここの、はーってなってる顔もいいしね。いや、マジで、涙腺崩壊してくるんだけど。いやーマジ、この作画もいいよね。この髪色好きなんだよね、スーパーサイジンの。いやー、髪すぎる。まだあるんかい、まだあるんかい。おい、おい、感動して終わらせようと思ったのに、まだあるんかい。嘘だろ、おい、まだあったんかい。マジかよ。感動返せ、俺の涙腺崩壊返してくんない。まあ、でもウィス残ってるし、余裕か。まあ、ウィス使わなくても 58% 軽減だから、いける気もするけど、ここまで来て死にたくないね。この感動からの敗北はさすがにダサすぎるんで。いや、マジでご飯未来想像以上にエモかったわ。まあ、火力はなんかね、想像よりちょっと低かったけど、いや、もう最近だ、あれだな、9周年のインフレを見すぎた。さすがに。9周年でブロリーが3000万出して、ビースとか2700万、1000万とかで、ね、連打するのを見すぎた。悪い影響を受けてしまった。すまん、ご飯未来。お前の感動が一瞬薄れてしまった。でも最近なんかあの、極ブラック、あの、海外先行のやつ、あいつもでも結構火力はね、出すらしいよね。さて、もうご飯はカチカチと。で、900万。いいね。強すぎ。一生強えな。先制攻撃と回避無効さえなけりゃ強えわ。あーって、ちょっと残っちゃった。フィールド長えな。一生続くのか、俺。そんなわけないよな。あ、5ターンの間か。あ、しかも、あれか。フィールド発動してると、確定開始なんだ。まあ、最後はご飯見られ決めるか。まあ、こっちの顔ね。いやー、さて。多分こっちの KO 演出はないかな。あんのかな、わからんけど、まあ、最後の火力が800万。やっぱりまあ、しゃあないな。9周年の魔の手を見すぎた。KO 演出は、ああ、ないよね、さすがに。はい、といった感じで、久々にもうボコボコにできたし、ご飯未来がかっこよすぎた。いやー、マジご飯未来様々だよ。マジでかっこいい。結婚してくれ。はい、といった感じでね。まあ、やっぱり、いいね。一回で勝てるって素晴らしいよ。まあ、次からね、やってって。まあ、とりあえずこっちのメモリアルクリアしたら、あの、市場のバトルスペクタルね、やってみようかなと。続きやっていこうかなと思います。といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。